はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。皆さんここまでよくぞついてきてくれました。今日初めて見たという人もね、本当に面白い試合なんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。2010年3月21日、両国国技館で行われた金網マッチ、時間無制限一本勝負、船木正勝対鈴木みのるの一戦です。はい、ここまでね、4週にわたってお届けして試合に数字を振りました。2009年9月26日、約15年ぶりのシングルマッチが行われましたけども、この試合は鈴木みのる選手の反則負けという結果になりましたが、鈴木みのる選手にとってはもう完全にしてやったりと、15年前のパンクラスでやられたスリーパーで失神させられると汚名を注ぐためのね、何が何でもスリーパーを離さないというような試合内容になりました。もちろんこんな試合でですね、この2人の因縁が決着するわけもなく、この後もどんどんこの2人の因縁は過激化していきます。2010年1月3日世界タッグ選手権試合が行われ、当時のチャンピオン太陽系は鈴木みのる組が武藤敬司船木正勝組に敗れると、鈴木みのる選手は自身のベルトを船木に明け渡してしまったということになります。この恨みを晴らすため、1月10日に行われた巡業の試合において船木正勝選手をスリーパーで失神させるという事件があり、さらにその翌日、報復として今度は逆に船木正勝選手が鈴木みのる選手を失神させると、失神してからもですね、もう上からもマウントパンチをもう何度も振りかざして総出で止めるというような事件が起こりました。そして2月7日に行われた後楽園ホールでのタッグマッチ、この試合もかなり荒れたわけです。それをもう何とか止めようと和田恭平レフェリーがもう無理やり場外カウントを取っていたわけですけども、そのカウントにも耳を貸さず、結局場外でやり合ったまま両軍リングアウトと。その試合の後でですね、もう船木正勝選手がもう河野選手に対しても、なんで止めるんだよとびっくりするぐらい大声でね、刈り上げていましたけども、それぐらいこの船木正勝選手の怒りも沸点に達していたと。この試合後のマイクをアピールで、鈴木の選手から初めて金網待つという言葉が口にされました。ここまでの試合を振り返っても、反則負けだったりとか両軍リングアウトという荒れ模様の試合が続いていただけに、誰も入らない、誰も入る余地のない金網マッチを要求すると。しかし7日のこの試合においては、船木正勝選手はこのマイクアピールに回答いたしませんでした。そして先週ご紹介した2月14日の試合、大阪の試合において、また鈴木の選手がどうせ金網戦なんてやる勇気ねえだろうというような挑発をしたところ、船木正勝選手がやってやると大声で、ね、宣言したわけです。はい、というわけで、皆さんお待ちかね金網マッチの時間です。この後のね、煽り部位にここまでご紹介した4週間の試合がね、全部こうダイジェストで入ってますので、それがもう一つ一つもう走馬灯のようにね、蘇ってくるかと思います。非常にスリリングな全日本プロレス史上初の金網戦、ぜひお楽しみください。ここで放送席にはこの方をお迎えいたしました。プロレスリングマスター武藤敬司選手です。武藤さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。まず武藤さん、はい、本来であればリングで戦っているべき方ですよ、あなたは。はい、どうですか、改めて前半戦は控え室でご覧になったんですか。ちょっとだけですね。どんな印象がありますか。はい、いや、みんな頑張ってやってますね。逆に聞きたい、どうだったですか。いや、非常に良かったですよ。良かったですか。根本さんさん、良かったですね。はい、あ、本当ですか。ちょっと私も安心したかな。で、今からね、はい、俺今からのがね、若干緊張してるっていうかさ、もともと喋るの好きじゃないのに、はい、かつ俺花粉が飛んでてさ、花粉症じゃない。うん、大変ですよ。鼻水途中すすっていいですか。構いません。武藤さんであったら OK です。あ、本当ですか。さて武藤さん、私と与謝野さん絶賛したのは河野と諏訪間の一戦。そうですね、感情入って特に河野良かったですね。良かったって勝ちました。いや、まあ、あれを引っ張り出した草間も素晴らしかったよね。何かこの未来の全日本を見ているようで、ちょっと安心できるかなという気がですね。いや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 、ただ俺もね、見てるだけじゃなんかやっぱりうずうずしてきますもんな。はい、本来はね、やはりリングで戦っている方ですから、早く治して復帰していただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、はい、そして武藤さん、いよいよこの後ですね、注目の後半戦、はい、ということなんですが、金網戦、世界ジュニア3冠とありますが、特に、まあ、3つとも注目すべきカードなんですが、特にですよ、武藤さんが注目したいのは何でしょうね。次のね、金網っていうのはね、注目っていうか、なんか俺の中で想定できないというか、どういう結末、どういう試合になるのかというのが全然なんか予測ができない、そういう部分で言ったらなんか面白いなっていうか、はい、はい、まあ、かつて武藤さんも金網の中で試合をされたことありますもんね。海外、ね、海外でね、はい、日本ではないですね。はい、ですからその金網の怖さというのも十分に、そうですね、理解していらっしゃると思いますんでね。はい、それも含めてぜひ熱い解説をよろしく、はい、いや、そんな、いいじゃないですか。あんまり解説しないで見入ってていいですよね。
武藤さん出して構いません、はいはいね、よろしくお願いいたします、はい、さて皆さん、いよいよ金網の準備も整ったようです。全日本初の金網戦です。船木と鈴木の一騎打ち、最後に立っているのは果たしてどっちだ。太陽と月、光と影、船木と鈴木、もう二度と出会うことはない、そう思っていた。しかしまた出会ってしまった。かつて同じ道を歩き切磋琢磨した盟友、その後たもとを分かち断絶状態にあった二人、憎しみを抱く両者の一騎打ちは不完全決着で幕を閉じた。俺のが強いんだよ、え、俺のが人気あるし俺のが強いし、読むことなんか言ってるわけじゃない、大したことないなと思って、早く次行きたいですね。どうぞ決めよう。その後船木は武藤とのタッグで最強タッグ決定リーグ戦を制覇、常に日の当たる場所へと導かれる船木、そして世界タッグ王座に挑戦。鈴木との決着が望まれるも、パートナーのケアから勝利をもぎ取り、結果として鈴木の腰からベルトを引き剥がした。プロレス復帰後わずか4ヶ月で実績を残した船木、鈴木はまたしても自らの行く手を阻まれた。再び火がついた両者の因縁、やられたらやり返す、顔を合わせるたびに衝突を繰り返した。二人はリング内外問わず死闘を繰り広げた。そして試合後新たな展開を迎える。船木、誰も手出せねえ、どこにも逃げ場のねえ、俺と金網の勝負だ。全日本プロレス史上初の金網マッチ、鈴木は危険すぎる試合形式での一騎打ちを要求する。この要求に対し沈黙を続けた船木、しかし内に秘めた男の怒りは沸点を突破。金網で俺と勝負しろ、やんのかやんないのかはっきりしろ。どうせやんねえんだろこの腰抜け。鈴木、おい金網やってるよ、来い。再起不能にしてるから。同じ時代に出会ってしまった二人、決着は金網。放送禁止覚悟でプライドをかけて。コメントがさ、二流のデスマッチファイターって。レフリーストップのなしにしてほしいな。それは金網なんじゃないですか。それでいいと思うんですよ。ルールは時間の制限、レフリーストップ、ロープエスケープなし、目つぶし、金的以外何でもあり。伝説の両国での一騎打ちから15年、金網という逃げ場のない舞台で互いの生き様を示す。はい、もう生産したいですね、スッキリと。もういいです、こんな試合は。リングの上はな、起きることは全て事故だから。事故ぶっ殺してやる。時間無制限一本勝負、船木正勝 VS 鈴木実。もう逃がさねえ、かつては切磋琢磨したパートナーも今となっては憎き相手。
昨年の夏から参戦した船木を罵倒し、いよいよ追い詰めた。1対1、差しで勝負だ。誰にも邪魔はさせねえ。全日本初の金網戦、セブンストックロープエスケープなしの完全決着戦。ここ両国はお前の墓場、もうプロレスをできなくさせてやる。15年前の因縁、この生産をこの2010年3月の21日に晴らす。待っているのはこの金網、ケージの中に入る。最後に立ってみたら果たしてどちらなのか。鈴木の入場を待ちます。両国技館、ゆっくりと入ってまいりました。鈴木実、いつも以上に厳しい表情。やるかやられるかの勝負。お前にやる度胸はあるのか。そう話したこの男、今金網の前、ゆっくりと放送席の前、一瞬天を仰いだ鈴木。なんとこの2人が金網での決着戦、グレッタイのメンバーに今拍手を求め、まずは鈴木実。下がってこい。この戦いでお前を潰す。かつての盟友も今や口も交わさない間柄に。鈴木ばかりにかまってはいられない。そう語った男も度重なるトークの前に犯人袋の尾が切れた。やってやる。やるからには再起不能だ。やるかやられるかの勝負。照りをつけて次なる戦いへ。船木が金網に入る。鬼とかす。船木またかす。青コーナー230本の鈴木実。まずはコールされました鈴木実。あとコーナー220本の船木正勝。2、3歩前に出た船木正勝。時間無制限日本勝負金網マッチ。佐竹レフェリー和田恭平、完全決着ルール、いよいよ2人だけの完全決着戦が全日本プロレス初の金網マッチで行われる。さあまず武藤さん、はいはい、いよいよなんですがね、すごい表情してますね2人とも。この試合エコヒーキ俺たちはできないんですか。ほらもうお任せしますよ武藤さん、もう喋りたいように喋ってください。やっぱりね、船木は俺パートナーですからね、はいはい、若干そういう目線でもしかしたら解説しちゃうかもしれません。なるほど、はい、改めて放送席ご案内いたしましょう、はい、解説熱血プロレス記者大沢の柿浦さん、そして全日本プロレス社長武藤圭司選手、はい、そして淵渡辺選手、お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーすごい視察戦から始まりましたこの一戦。淵さん、はい、すごい緊迫感がありますね。
まあとにかくこの異様な光景ですね、はい、この金網の中の光景、そしてレフリーの、ね、和田恭平がね、はい、その中にいるっていうことで、ちょっと僕もね、はい、初めての今こうやって見るのが初めてなもんだね、ちょっと違和感プラス、うんうん、あの興奮も覚えますね。なるほどね。さあそして長野さん、はい、全日本プロレス初の金網マッチなんですが、はい、決してこれはデスマッチではありません。あの私の思いには、はい、あの要は、はい、本当に決着をつけるにはもうこの2人にはこれしかなかったんですよ、はい、もう必然なんですよ、もう本当に逃げる場所ないですよね、はい、ロープエスケープもないし、はい、時間無制限だし、レフリーストップもなしと、はい、であとはまあ金敵、はい、目つぶし以外は、はい、まあ、許されるということは、はい、もう2人のプロレスラーとしてのプライドがルールですよ ね、 これね。おー強烈、左ミドル受け止めた、鈴木上になる、腕取りに行ってますよ、はい、船木も、うん、さあ下から狙います。逆に今度は上になる、船木がマウントの体勢を取ります。さあここからどうするか船木、さあボディへパンチを集めていく船木、上になりました。さあこれを返します、スイープしました。さあここで腕を取りに行く船木、下から上から鈴木、さあどうか。15年前、ここで両国で一騎打ちがありました。秒殺で船木の勝ち。そして昨年の9月、2人の一騎打ちがありましたが決着つかず、最終的にはこういった形しかもうありません。金網戦です。上から鈴木、相手の腕を取りに行きます。まあ、考えてみたらね、はい、あの18歳で新日本プロレスで知り合って23年ですよ、この2人は。そうですね。でまあ、同じ釜の飯を食いね、はい、汗流し、で強さを求めて新日本を辞めて、はい、UWF に行き、藤原組にも行き、はい、ファンクラスを一緒に作って、はい、で今憎しみ合ってると、うん、もうそうしたね、はい、あの23年のドラマの、うん、あの決着がこの場なわけですよね。そうですね。さあ腕を取る、腕を取る、腕しげ、腕しげ、どうだ、舐める舐める舐める、おっと体勢を入れ替えた船木。さあ武藤さん、やばかった ね、 ね、武藤さんは船木、はい、そしてまた鈴木とよくね、まあ旧知の間柄というか、いや20数年前同じ釜の飯を食ったけど、はい、ね、それ以外違う生き方してますから、あこの二人がどういう風にどう今至ってるのか、うんうん、あまりそれほど詳しくはないですよ。あ、はい、まあ、鈴木とは対戦してますよね、はいはい、武藤さんから見た鈴木ってどんな選手ですか。いや見て、おお今一瞬入りましたよ、カウンターで、はい、ちゃったね、さあこれはどうだ、ヘッドバット、ヘッドバット、上からのヘッドバット、パンチ、パンチ、カウンター入ったよ、カウンターですね、カウンター入りましたね、カウンター入った、カウンター入った、はい、さあこれはおっと一気にいくのか、今膝が入った、入りましたよね、膝入りましたね、一発ね。さあ下からなんとか距離を、あれチョークじゃないで、チョークはいいの、チョークはいいんです、はい、あとは消えてますね今のパンチ、いや、あの膝が入りましたけど、今のパンチは明らかに切ってやるってパンチですから、ね、なるほど。さあ上で足足足足、さあ船木はこの足攻めが得意、あ流血しました鈴木、さあ一気に決めるのか、一気に決めるのか、いや出血してるね、してますよね、うん、カウンター、そしてその後のパンチ攻撃でこれざっくりと切れました。鈴木みのるでやります。さあこれはちょっととハンディキャップだ、しかもこれロープエスケープないですからね、決まった、あ決まった、アキレス腱取ってるね、はい、足を決めに行く、さあこれで一気に決めるかもしれない、船木です、離れた、あーミナル、ミナルも一度膝、さあチャンスは船木、ロープに走ってもう一度膝、アウト、あこれはコインにね、そうですね、使いましたよね、まずね、ええ、はい、さあ福さん、はい、すごいですね、ホッケからね、そうですね、これは今言われたレフリーストップ はないわけですね、そうですね、ありません、これはドクターストップっていうのはどうなんだろうな、はっきり言ってね、どうなんですかね、これはね、まあ、もう限界を超えた場合はどうになるのかね、ちょっとなんか怖い感じしますね、そうですね、まあ金敵急所、あ目つぶしで、3カウントはあるんですよね、そうですね、プロレスというところで、ね、ただね最終的にはね、このケージをどう利用するか、メリットデメリットに結びつけた方が勝てますね、なるほどなるほど、はい、この金網をどう使うかというのが一つ、あースナッキーも切れたんですか、さっきの激突の時じゃないですか、ね、あっとそして投げつける、危ねえな、あやはりあの武藤さんこういったのがこれ使い方ですもんね、はいはい、使い方ね、あ切れましたね、フナッキーも切れた、そして金網でぶつける、
こういった戦い方は通常のプロレスではありえない。いや、船木の流血なんてこれ総合格闘技を合わせて初めてじゃないかでしょうね。そうでしょう。まあ総合ではすぐ、ね、止めますが、これプロレスの場合はすぐ止めませんから。さあ今度はそこに押し付けて、金網に押し付けていきます。押し付けてね、はい、そのまま擦ってますよね。あ、なるほど。序盤カウンターを浴びてしまいました鈴木。ざっくりといきましたが、その後お返し。さあ共に流血。林ドクター見てますよね。でもちょっと、ね、あ、なるほど。後ろから蹴りつけて、そして金網にぶつける。その向こう側、林ドクターがこの傷口をチェックしています。これはドクターが乗ったらノーなんですか。まあそのあたりがね、ちょっとねファジーではあるんですけれども。うわー、船木の流血はすごい。かなり流血すごいですね。いや、これもうどこだかね、乗ってたらもう終わりですよ。ノーだよね。ええ、そうしようぞ、これ、うん、キリがないもんね。あ、確かにね。正面からのヘッドバット。さあ、一本足つつき。いや、あのあたりの藤原さんを思い出させるんですよね。そうですね、一本足つつきですもんね。この藤原から守りました、この船木とこの鈴木でやります。新日本から UWF、そして藤原組、そしてパンクラスへと移動しました2人。船木の、いや、これも深いよ、これも深いよ。完璧に決まりました。リングの中央、ロープエスケープはありません。いや、これもかなり入ってるからね。で、あとはね、鈴木のももにその船木の血がポタポタとこうね、こう垂れてるんですよね。なるほどね、凄惨な試合だ。そしてヘッドバット。さあ、腕を締め、腕締め、腕締め、さあ、ひどい。さあ、これはつらい、伸びている。武藤さん、これ伸びてる。いや、これはやばいな。角度が危ない、角度が危ない。いや、これはやばいな。やばいぞ、これ。さあ、折れるぞ、折れるぞ、折れるぞ。レフリーどうしようもないの、これは。これ止めないですもんね。止めませんね。体勢を入れ替えるが、やばい、やばい、やばい。あーっと、ひねる、逆関節、逆関節、ひねる、ひねる、ひねる。一体鈴木、鈴木が行かせた。うなつき重心、うなきの肘が悲鳴を上げる。危ない、折れるぞ、折れるぞ。あと指も持ってますよ、指も。やばい、やばい、これは。ある意味これ流血よりこの腕の方がやばいね。そうですよね。あー、またしても行く。うなぎ大ピンチ、うなぎ危ない、うなぎ危ない。一気に蹴りをつけるのか。怨念があります。ネック気相手、腕を折りに行く、腕を折りに行く。鈴木が船木の腕を折りに行きます。なおも行く、なおも行く。さあ、離しました。さあ、これはこれからどうするか。で、前鈴木美濃が言ったのはね、はい、腕を折るってことはどういうことか教えてやると、心を折ることなんだよって言ってましたよね。あ、ナックルパート、この心を折りに行きました。いや、淵さん、ちょっと凄惨ですね。そうですね、すごい試合になりました。阿部せがり、カウンターの阿部せがり。さあ、強烈、足だとかす、折りとかした船木、左段は冷静沈着ですが、ちょっと切れたら大変なことをしてしまう。それが船木の魅力でもありますが、怖さだ。この後どうする。さあ、担ぎ上げる。いや、あーっと、ちょっとバランスを崩した。上げさせないですね。あとね、血は滑るからね。あー、なるほどね。もう一度必要に行く。さあ、ここからアバランチホールドのように全体重を乗せていきます。逆に今度は相手の腕を取る、腕を取って、腕を取って、なんだこれ、三角、三角ですかね。さあ、武藤さん、いや、これも入ってるな、これ。これもかなり深い角度。深いね。あー、共にこれ KO 決着狙っているかもしれません。あー、下、三角締めに入る。さあ、深く深く、というか、やっぱり2人とマイクと言わせたいんじゃないですかね。あー、なるほどね。ギブアップするまでには、なんかこの2人はもう技術とかそういう次元じゃないね。なるほどね。生き方とかプライドとかね、姿勢とか。あー、指入れてますよね。あ、目に指入れてる、目に指入れてる、目に指入れてる。これは反応ですよね、目つきはダメですよね。これはダメです。いや、しかし武藤さん、ここまでやるんですね、これ。いや、今目に入れました、入れました。これは反応になりますから、目つきと金敵ですね。金敵はダメです、
あえてそれやってきましたね。完全決着、そしてナックルカット顔面弓を引くストレート、もう一発、もう怨念です。生き方の勝負、生き様の勝負だ。もう人生かけた戦いですよね、これね。あるものは全て使う、もう誰にも邪魔させないとばかりに。さあ、このロープの熱でしょうか、うなきを引っ張り出す。さあ、大変な試合になってきた、凄惨な試合。全日本プロレス初の金網戦はどんな結末を迎えるのか。背中への一撃、今のも痺れられて、ねえ。やはり武藤さん、中に入るとこの切迫感みたいなのあるわけでしょ。いや、これは緊張がありますよ ね、 ね、 ね、パートナーもいなければセコンドも手出せない、あ、また再び入りますね、鈴木が腕、アームロックの体勢に入ります。さあ、このどうでしょうね、長野さん、表情から見てまだいけますか、船木は。大丈夫ですか。そうですね、ただ現実問題として、はい、関節は折れたら終わりですからね。そうですね。うわー、やばい、ヤフチさん、これもね、やばいやばいよ、やばい。武藤さんもかなり声を荒げておりますが、かなり厳しい角度で、今度は鈴木、そして髪の毛を掴んで、一進一退の攻防が続く。やられたらやり返す。いやー、武藤さん、すごい試合になってますね。いやー、船木かなり、だけどさっきから同じような手ばっかだよね、はい、そうですね、もう一点集中できますね、はい、さあ、さあ、さあ、スリーパーに取ります。ロープエスケープはありません、落とすまで。それこそチョークスリーパー OK ですよね。そうですね。さあ、バック当たって、バックのバックが次落とします。おーっと、出し上がった。もう一度バックのこれ入って、決まってるの、決まってる、いいバックドロップ。1だ、1だ、これ鈴木1だ、1、1、1、1。ああ、入った、スリーパー、スリーパーです、スリーパー。さあ、これはどうだ、武藤さん、どうですか。これ入ってる、入ってるよ。さあ、これは完璧に入った。しかし、鈴木も根性で立ち上がる。おーっと、後方、こんな逃げ方があったかよ、福さん、これも今完璧にね、背中捉えて。そうですね、まあ、前回の、ね、はい、試合では10段で前ですか、はい、これで勝負は決められたんでしょ。そうですね、落ちましたからね。鈴木としては意地でも同じ技ではね、決着はやっぱつけたくなかったでしょう。でしょうね、いや、激しい一戦だ。どうなってしまうんでしょうか、この2人の一騎打ち。まだまだ分かりません。ただ武藤さん、一瞬で勝負つく可能性も十分にありますよね、これね。そうですね、はい、それだけのこいつら技術を持ってますからね、はい、技術に裏打ちされた。ちょっとなんか船木の表情が変わってきたような気がしますね。あ、なるほど、右張る、強烈。いや、これちょっと2人、はい、案外このスタミナの消防は、はい、ちょっと激しくて早いですね、この試合は ね、 ね、ちょっと船木の表情に狂気が現れてるような気がするんですよ。さあ、張り合い、かなり2人ともダメージが深いんですが、さあ、右、右、今度は蹴り、左、かばした、相打ち、相打ち。しかし、ちょっとバサッとが船木です。今、相打ちだったの。相打ちでしょ。でも船木の方が強く入ってるような気がしましたね。ちょっと吹っ飛びましたね、鈴木がね。もうフェイントかけましたもんね、はい。さあ、どうか。さあ、今のはどうでした。いや、もうこうなったら、一だよ、これ、ね、そういうふうな、もう一だよ、これ、まあ、今言った技術がそういう問題じゃないですね。なるほどね。さあ、一と一の張り合い、男同士の決着戦、戦いだ。もう戦です。戦国時代の戦いを見ているかのようだ。さあ、打ち、強烈、相手が倒れるまで戦い続ける。かましたー、スリーパー、スリーパー、鈴木のスリーパー。いや、ローペースケーブルの絵からきついだから。そうですね、この技で絶対にギブアップを言わせてみせると。あ、落ちた。さあ、どうだ、決まるか、決まるか、決まるか。船木危ない、船木危ない、船木危ない。鈴木が決めるか。絶対にギブアップはしないと訴えて、あーっと、目を閉じる、目を閉じる、危ない、船木が危ない、船木が危ない。さあ、こっから、こっち式のファイルドライバー。やばい、これはやばいぞ。スリーカウントあるんだよね。スリーカウントありますね、はい、立ち上がりました。
内側立ち上がりました。おお大丈夫だ、フラッグ大丈夫だ、はい、まだ立って見せる、左、腰から崩れた、鈴木がこの一発にかける、踏み倒す、蹴り倒す、踏み倒す、喉から崩れ落ちた、喉から押し倒した。しかしこんなにアピールする鈴木も珍しいですね。そうですね、そんな気持ちが入っています、完全に入っています。あ、しかし立ち上がる、まだいけるのか、まだ強兵はまだやらせます。 OK と言っていた、やばいな、さあスリーパーに入る、意識ないかもしれないな、あいに組みに行ったね今ね。そうですね、ちょっとフラフラっと言ってしまいました。無意識です、無意識、戦う本能がそうさせたのか。レフリー、レフリー、レフリー、さあこれどうする、落とすまでやるか、落ちたって言ってるんだ、落とすつもりで締めている。さあしかしまだ目は完全に積もっていません。さあ船木はどうする、立ち上がれるのか、押し込む、離さないよ、投げに行った、強引ですが投げに行く、かわす、二段蹴り、スペインキックを見せました。一旦外されたがり、野田が上がっていた。いやなんか船木の顔が笑ってるようにも見えますね。俺もそう、俺もさっきから、ね、さっきからすごい感じですよね。これは船木の底力、この人の潜在能力は凄まじいものがあると聞いています。何とかしたのか笑っている、ちょっと笑っているぞ船木、ここからが俺の戦いだ、そう話しているのか船木。ああお互い笑ってる風に見えるな、ねえ、いや笑ってますよね、こいつは戦いながら何かを語り合ってんだな、これ。そうですね、もうフラフラ、ああ入った、今の入った、入った、上げにコップを見せかけ、これは入った、今の、ま、入ったよ、ねえ、ありがとう、これきついわ、どうだ立てるのか、さあセカンド陣から戦えるのゴール、立ち上がることができるんでしょうか。鈴木足来てるで、あ来てますね、船木チャンス、笑っている、船木が笑っている、足に来たか、右で左、ちょっと鈴木手が出ないですね、さっきの聞いてるんだよ、船木の右だ、聞いてるさっき、船木の右、もう一度膝、膝が入った、今のも入ってるぞ、さあレフェリー、これは転換ことダメかよ、そうですね、転換ことあります、ノックアウトですもんね、しかし鈴木も立ち上がる、鈴木の意地が、船木相手を見てなきゃダメだ、やばいぞ鈴木、さあ船木カウントが8、勝てよ勝てよ、止めた、ノックアウト、止めたのではない、ノックアウト、完全決着、ノックアウト、浴びせが効いたね、あっという事実上勝負ありましたよね、いやー凄まじい、いや改めて今戦いが終えたんですが、武藤さん、はい、どんな感想がありますか。すごいかもしれないけれどもね、壮絶だったんですね、すごいですね、ただなんか俺アパートいいんですよね、なんかお互いやるってたんですね、なんか羨ましくて感じたんですよ、なんか良かった、なんか感動しますね、はい、さあ、はい、さあどんな印象がありますか。いやそういうのはね、まあ、確かに異動感ってね、試合でしたけどね、はい、今は武藤社長が言われた通り本当にあの、はい、きっちり決まったって感じで本当にアドバンチがいいですね。なるほどね、アドバンチがいい、なるほど、あとね、あとやはりレフリーの趣旨も良かったですね。あなるほどね、いやー、おさまさん、はい、おさまどうですか。そうですね、まあ白黒はこれ絶対つきますよね、はい、こういうだから、ただその試合中のこの船木の表情が変わっていったところとか、鈴木の表情とかね、はい、そういう中に何かこう2人の、はい、我々には入り込めない、はい、2人の何かがあったんじゃないかなって言ってますよね。まあ、武藤さんの途中で、誰か2人のこのね、一座がなんかメッセージを投げかけてるような気がするななんて話されてましたけどね。
ただね、鈴木だって、はい、俺でプロレスやめるわけじゃないし、今から新たなるね、こいつらの生き様ってのを見せてほしいですよね。いやー、船木が一礼、そして今、武藤さんの前で一礼、勝ちましたよと、パートナーの前でガッツポーズを出しました、船木正勝。今、一瞬、私、一瞬なんですけど、武藤さん、15年前の2人の一撃、一つ一瞬浮かびました。15年前ですか、あれはもうファンクラスも新しい試みの戦いだったので、あれはもう完結してるんですけど、今、船木、鈴木に礼してったね。あ、そうですか。礼してって今。何かやはりこう、あった時から感じるところがね、あー、礼をして下がる船木正和。あー、ファンの礼に応えます。顔面を真っ赤に染めながら、最後は KO 勝ち。何か詳しくない人があるんでしょうか。いや、なんか真正面からこう鈴木稔と、あそこまでぶつかり合えたのが嬉しいというのもあるかもしれないですよね。心のすれ違いでしたからね。そうですね。さあ、船木がゆっくりと歩を進めています。やったぞと、一仕事終えたぞと、そんな気持ちなんでしょうか、この船木正和。やり尽くしました。戦いがものすごい、何かこの戦力武将の戦いを見るかのような壮絶な一戦。最後の最後、相手の武将にギブアップを言わせた。いや、KO、完全決着をつけたこの船木正和。きつかったですね。きついです。やっぱりいつもとは違うあの感じで、お客さんの顔とか全く見えないし、なんか声は聞こえてくるんですけども、その目の前にはもう常に金網があるという感じですね。はい、いろいろあの作戦とか、まあ、考えてたんですけども、あれで全部吹っ飛んで、なんかそこから先はもうなんか、そうですね、この半年でそのいろんな部分ですね、いろんな場所で、鈴木とやった試合がなんかこう蘇ってきたような感じで、無我夢中で、あの試合中はもう本当に無我夢中で余裕はないです。やっぱりこれやらないと先には進めないような気がします。今自分も彼も全日本プロレスという昔いた団体とは違うところで、あのプロレスラーとしていますんで、なんかやっぱりそうですね、殴られを繰り返ししないと、その先には進めないような、まあ、素通りは絶対できないと思うんです、お互い。そういう意味でも、その金網を要求して、全日本プロレスも金網を用意してくれる、今日の試合になったと思いますので、もうこれはもう本当に乗り越えなければいけない課題だと思って、今日は出てきました。自分はやっぱりその口でいろんなこと言われることがすごく あまり得意ではないので、ああやってリングの上で思いっきり正面に向かって、まあ、やっぱりやってくる時の顔があの昔の鈴木みのると同じ顔をしてましたね。だそういうのも含めて、あのなんかあいつが俺に訴えたいことっていうのを少しなんか体で教えられた気がしますね。そういう意味では感謝しています。今日という日の決着はつけたんで、すごくあの、まあ、気分的にも多少複雑ではありますけども、あの次にやっと進めるなという気持ちにはなりましたね。ただ自分もまだその全日本プロレス席ありますし、鈴木もこれから先も出てくると思いますので、そうなったらば二度とその試合組まれないということはもう不可能だと思いますので、次にまた組まれたら、その時はその時でまた思い切りぶつかって何回でもあのやりたいと思いますね。そういう意味では金網っていうのはものすごくあのお互いのなんとなく感情というか一番伝わりやすい、あの外にはどうか分かんないですけども、中に入っている選手にとってはもう本当にもう正面相手しかいないんで、一番集中しやすいシチュエーションだと思いました。あの自分と鈴木はやっぱり、お互いその18歳の時からの付き合いで、そこで2004年にぷっつりとその途絶えてしまって、そこから4年間ですね、4年間、4、5年全くその連絡も取ってなくて、
まあ、その間にお互いその顔を合わせればなんとなくそのまあお互いの状況を分かってそうなんですねっていう感覚には慣れたと思うんですけど、そこでやっぱり自分の方から物理連絡を途絶えてしまったので、もうなんでだろうっていうのはすごく彼にとってはずっと心の奥に残ってたと思いますね。ただやっぱり、まあ、人間誰しもその時の事情と状況とそういうものがありますので、あの当時は自分は鈴木には連絡が取れなかったです。ただ、もう一回会えば分かり合えるとは思ってたんですけど、やっぱり人間会話がないとどんどん心が離れてしまうので、一方的なその思いだけでは通じないということが一番なんか大きなしこりだと思います。それでもリングでカードを組まれれば試合をしなければいけないというのはものすごく過酷な状況ではありますけども、それをやらないと自分は先に進めないんで、武藤さんから声かけられてプロレス界に戻ってきた意味っていうのも、これが一番最初にクリアしなければいけない問題だと思います。ずっと入団してから半年間、目の前に突きつけられてきた現実でした、ね。はい、ただ今日一つのその結末というものが出たんで、自分の気持ちはもう次に進んで、その次にまた鈴木とリングで会うときはまた別の気持ちで戦いたいと思います。向こうが今の続きと思ってもらっても結構ですね。憎しみでぶつかってもらっても結構です。全部受け止めて、それでその上で自分も戦います。それは分かんないですね。伝わったとしてしてたとしてもおそらくお互いやっぱりそのプロですから、そういう弱音を見せるわけにはいけないですから、まだ分かんないっていうふうに鈴木は言うと思いますし、でも全部全てはリングの上で自分は会話してますんで、リングの上の鈴木が本当の鈴木だと思って今はリングの上で付き合ってます。はい、ちょ、上げてもらっていいですか、そこ。はい、というわけでね、船木正和選手の勝利ということになりました。この2人の因縁はね、結局この後もまあ続いていくわけですけども、ここで一旦幕を閉じることになります。冒頭の煽り V から非常に、素晴らしい見応えのある映像だったかなというふうに思いませんか。もうね、僕も見ていて胸が熱くなります。激しさと2人のこの生き様、この矜持が、ぶつかり合うような試合、非常に、貴重な一戦をね、今週お届けいたしました。皆さん本当にここまで5週間お付き合いいただいてありがとうございました。こんなね、すごい試合をした直後に来週何するかっていうのはね、結構考えあぐねるところなんですけども、来週はですね、どうしてもちょっとこの試合をやりたいなということで、こちらの試合をご紹介いたします。2005年7月15日後楽園ホールで行われた武藤敬司嵐対小島聡佐々木健介の一戦です。全日本プロレス TV でご覧の方は7月7日、 YouTube でご覧の方は7月14日にこの配信ご覧いただけているかと思いますけども、この合間にある7月11日、橋本真也選手の命日となっております。この試合はですね、単なるタッグマッチではなく、橋本真也選手の追悼試合、10分一本勝負という、特別試合となっております。この日の後楽園ホールのメインカードは別にあったわけなんですけども、そのメインの試合の直後、武藤敬司選手からこのタッグマッチ追悼試合の提案がなされ、突如行われた緊急特別試合ということになっております。まあ、その時のね、マイクパフォーマンスがなんかもう本当に物悲しくてね、武藤さんって結構そのあっけらかんとしたというか、自分の言いたいことを奔放に言うような、タイプかなと僕は思ってるんですけども、その武藤さんがね、橋本真也選手に対してね、自分なりのこのエールを送ろうという、試合になっておりますのでね、ぜひ皆さんとね、この試合見ていきたいなというふうに思ってます。というわけで、まあ来週はね、説明なしで橋本真也選手へのご冥福をお祈りすると同時に、橋本真也という偉大なレスラーのご冥福を皆さんもお祈りいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。